演舞開演。どうも、本日はファミリーマートのお母さん食堂3日間の閉じ込みのビーフストロガノフを食べたいと思います。ビーフストロガノフって普段から食べる機会がないので、こうして食べるっていいですね。デミグラスソースというだけでハンバーグに似たようなそんな感じもします。では、おー、うまく絡んでますね。ではいただきます。カレーに近いのかなと思っていたんですが、食べてみるとカレーとは全然違う。デミグラスソースの濃厚な甘みが口にふわっと広がって、でもそんなにしつこくなくて、お肉もポロポロ柔らかくてとっても美味しかったです。これがコンビニで食べられているんです。次はこういう風にご飯と一緒に食べてみたくなりました。というわけで、こちらの点数をさせていただき、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブヘイエン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。